皆さんこんにちは。今日はまた口腔外科に行くのでハノーファー中央駅に来ています。いつも常備しているパラセタモールを中央駅構内の薬局アポテーケで買おうと思います。ハロー、ハロー。ich hätte gerne einen パラセタモール bitte。 1.49 Minuten. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Tschüss. 中央駅の薬局の薬剤師さん、優しい人もいるんですけどね。サービスはともあれ、パラセタモールを無事に買えました。次は中央駅横のショッピングモールの中にあるドラッグストア DM に行きたいと思います。ドラッグストアの紹介ビデオもありますので、興味がありましたらまた見てくださると嬉しいです。アイン玩具が入り口、アオス玩具が出口です。お店が閉まっています。静かです。ドラッグストアの目的は、このチトゴーネンゾイレクエン酸とナートゴン重曹です。このタブレットタイプは買ったことがありません。私はいつもこちらの重曹を買います。クエン酸と重曹は掃除に使います。近々月経カップについての動画も上げてみようと思うのですが、どなたか興味ありますか？さて、前回のビデオで出てきたトルコ系の八百屋さんにやってきました。ドイツでは今が旬のアスパラガスを買いに来ました。白アスパラガスはドイツ語でシュパーゲル、緑のアスパラガスはグルーナーシュパーゲルと言います。ドイツに来たらぜひ食べてほしい白アスパラガス、4月から6月までが旬ですので、この時期にドイツにいらっしゃる方はぜひ食べてみてください。さて、今日もめげずにドイツ語でアスパラガスを買ってみます。ハロー、ist das schon geschehen? Ja, das ist hier genau. Bisschen anders, ne? Nienburg und Burgburg. Und Nienburg geschieht es da. Ach so. Ja, welches ist der egal, ne? Also, laut den Kunden hat der ein bisschen mehr Geschmack als das hier. Oh, ja.Okay, dann nehme ich ein Kilo, aber schon geschält. Ja, das ist so 1200. Ah ja. Ja, ein bisschen mehr als ein Kilo. Drei Portionen? Ja, ja, definitiv. Okay. Haben Sie noch diese dazu Soße? Ah ja, da. Ja. Ein Stück bitte. Okay. So, 20,91 €. Ja. 91. Muss ich noch unten schneiden? Unten noch schneiden? Unten ganz bisschen, ja. Ganz bisschen, ein Zentimeter oder so? Ich zeig Ihnen so ungefähr wie viel. Ja, danke schön. Den kleinen Bock? Ja, ja, danke. Danke schön. Also, muss man ja kommen, ne? Ja. Würde ich wirklich nur ganz minimal. Ganz, ganz, also, minimal. Ganz minimal. Aber eigentlich müssen sie auch nicht. Je nachdem, wann. Okay. Wenn sie morgen, würde ich ein bisschen abschneiden, wenn sie heute essen müssen. Ah, okay. Ich esse heute. Okay. Danke. Einen guten Appetit. Die Kinder essen weiße Asparagus nicht, also kaufe ich ein paar Sausagen. Ich sage es immer wieder, aber die Begegnung ist aufregend.Ich hätte gerne 3 Wiener Würstchen. 3 Wiener Würstchen? Ja. Dass die Kinder essen können. Ne? Soll ich die Schwein oder das Hühnchen? Und das sind die Geflügel oder ja. Das Schwein? Ja. Dann
So, je zwei Stück, okay? Ja. Kommt dann auch zu? Zu. Danke schön. Ja. Kann ich mit der Karte zahlen? カードにこのマークがあればカードをかざすだけで支払えます。ドイツではだいたいさようならはチュースかチャオを使います。時々アウフィダゼも使います。今日は地下鉄にカバンを忘れないように気をつけます。白アスパラガスをなくしたらまたショックですよね。今日はお母さんが泊まりに来てくれたので白アスパラガスを料理していただきます。皮が剥かれたシュパーゲルを並べてオリーブオイルをかけて塩コショウをして蜂蜜大さじ1杯を入れて微塵切りしたニンニクをのせていきます。ピザ用チーズをたっぷりのせて、本当にたっぷり。最後にまたオリーブオイルをかけます。180度のオーブンで20分焼きます。シュパーゲルを茹でると柔らかくなりすぎるのでこのレシピが一番美味しい食べ方だと言っていました。美味しそうです。これは食べるのが楽しみです。ロックダウンで娘は幼稚園に行けないので何か私のアポがあるたびにお母さんが泊まりに来てくれます。このコロナで一段とお母さんと近くなった気がします。異国での生活、少しでも私を受け入れてくれる人がいるのは心強いです。シュパーゲルはソースをかけて食べるのが一般的かなと思うのですが、今日お母さんが作ってくれたシュパーゲルのオーブン焼きはめちゃくちゃ美味しかったです。ちなみにお店で買ったソースがこれです。オランデーズソースというみたいですね。これをシュパーゲルにかけて食べるのも美味しいです。シュパーゲルを食べると尿が臭くなるというのは一般的な知識なんですかね。私はドイツで初めて知りました。私の住むニーダーザクセン州は来週からロックダウンの規制が緩くなります。娘も5ヶ月ぶりに幼稚園に行けそうです。日本ドイツ間の行き来もこの夏には簡単になりますように。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。